はい、本日はですね、こちらノースフェイス3兄弟をご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、こちらにねかかってる3着ありますよね。ブラック、それベージュで、カーキ、緑っぽいやつねありましたよね、なんて言ってるんですけど、これが実は全部3万円前後ぐらいで買えるジャケットなんですよ。ほうほうほう、3万円で買えるようなジャケット何がちゃうねんってなるじゃないですか。これ見ててもようわからんでって、色が違うのはわかるけども、他はなんかこれフードついてるし、ここにもフードついてるし、これはフードついてないな、ほんならそれぐらいちゃうかっていうのは分かると思うんですけど、他何がちゃうんかって分からないですよね。でね、結構これはね比較されることが多かったりするんですよ。特にどれが多いかっていうと、この黒のやつとこのベージュのやつね、これが比較されること多くて、まあ、値段がね、この黒の方が、確か2万9700円ですね。2万9700円で、この後ろの方が3万3000円、値段的に3300円しか違うのに何が違うんか分からへんっていうことでね、比較される方が多かったりだとか、あとまあついでにね、これも値段近いんで、確かこれが3万1900円、だから、小中大の順番ですかね、値段的に言うと、という感じでね、まあ、違うんですけども、まあ、ほんなら俺買おうと思ってんねんけども、何を買ったらええのと、どれが俺に向いてんのと、ほな俺もお前の金髪みたいに3着も買わなあかんのかと、3万円3着買ったらチャリンチャリンチャリンで9万円もするやないかと、9万円買った上でどれがいいとかって言ってられへんのよと、とりあえず1着俺にいいの教えてくれよという方もいらっしゃると思うので、本日の流れとしてはですね、まずこのジャケットそれぞれってやっぱ用途が違うんですね。これはこういう方に向けて作られてます、これはこういう方に向けて作られてますっていうのがあったりするので、その用途をお話ししていくと、ほんでその次に細かい違い、これがどういう風な違いが実はあるんか、これ並べてるだけじゃ分かりませんよね。これ全部ブラックやったらもう何がちゃうねんとよく分かりませんわってなってくると思うので、まず違いを見てもらうと、でその後に着用してる感じ、僕は178の65センチなんですけど、まあ65キロなんですけど、それで着用してる感じ、あーちょっとこうスタイリッシュな感じじゃないとか、ちょっと襟元にボリュームあるねとか、まあ、その様子を見てもらいたいなと思います。でそれでね、おしまいという順番でいきたいなと思いますので、まずはどんな用途で作られたんかということで、これは別に僕が言ってる用途ではなくて、この作ってはる方、ザ・ノースフェイスっていうブランドが言ってることなんで、まあ、それはね、いくら金髪のちょびひげ野郎が言ってたとしても信じていただければいいかなと思います。まあ、まずですね、このクラウドジャケット、この黒のジャケットからいきましょうか。この黒のジャケットって誰に向けて作られてるのというと、比較的ね、オールラウンダーに向けて作られてるんですよね。で、やっぱりノースフェイスってもともと登山のブランドっていうかね、クライミングとかのブランドやったりすると思うので、もちろんそういった時でも着用できんこともないし、でも街中でもね、着れんことないんじゃないかなっていうのがこの黒のやつで、一応正式名称はクラウドジャケットって言いますが、別にそんなことは覚える必要ない。これは今日は今回黒のジャケットと言いますわ。そして次のね、このベージュのジャケット、これ正式名称クライムライト、クラウド、クライム、もう覚えれません。いいです、これはもうベージュのジャケットと覚えてください。このベージュのジャケットはどんな方に向けて作られたのというと、やっぱりこれはね、山とか、あとまあそれこそ名前にクライムって入ってるのでね、クライミングとかも関係あるんじゃないかななんて僕は個人的に思ってるんですが、まあそれは知りませんよ、あの関係あるかどうか知らんけど、まあとにかく山とかね、そういったところで使うように、作られてると。まあもちろん街中でも着れるんですけど、作られた用途は何というと、山に向けて作られてるという、登山とかね、そっちに向けて作られてる用途が大きいんですよというのがこのベージュジャケットですわ。ほんで次のジャケットっていうのがこのオリーブ色のジャケットっていうんですかね、まあこのオリーブ色のジャケットはね、正式名称マウンテンレインテックスって言います。なんか覚えれそうやけど覚えられへんねんっていう感じじゃないですか。そういう時はね、あのオリーブ色のジャケットって今回覚えておいてください。あの色違い方はオリーブじゃないですよ、それは知りませんけども、今回分かりやすくオリーブ色のジャケットと言いますけど、これはね、雨用のジャケットとして作られてるんですよね。だから実は結構雨に特化したね、あの作りがあったりして、実はフードをねこれ中にしまってるんだよなんていうことが、他のジャケットと見て違う大きい部分やと思うんですけど、まあこういったちょっと雨に特化したジャケットが、このマウンテンレインテックスと言います。というようにね、まあパッて見てもらったらね、まあ見た目の違いっていうのはほぼほぼないんやけども、話を聞いてみると、はいはいはい、若干ちゃうよねと。オールラウンドに作られてるブラックジャケットでしょ、ほんでベージュは、山とかね、登山に向けて作られてるジャケットですよね。オリーブのジャケットは雨用ですよねっていうことで、ほんなじゃあわしどれ買おうかなと。普段通勤ではチャリンコで行ってるんやろうけど、そんなチャリンコで行ってるわしはどれ買ったらいいんかなとかね、あ実は僕キャンプするんですけど、キャンプする時なんかってどれ着たらよろしいんですかねとかってね、まあ、そういった悩みなんかがあるかなと思いますので、そう細かい違いを見ることでね、あなるほどこういうとこが違うんですねっていうのを見ていこうじゃないかということで言っていきます。じゃあまずはですね、最初も言ったんですけど、値段からいきましょうか。ざっくり値段からいきます、これが3万円切るぐらい、297
そしてこれが3万円オーバー、これが一番高いね、ベージュのジャケット33,000円、そしてこの、オリーブが31,900円、そしてそれぞれのジャケット全部そうなんですけど、こういったね、あの袋、収納袋入れてくれるんですよ。だからこんだけハンガーかかって、え、大きいやん、これが収納袋入んのというと、くるくるくると畳んでいくとね、なんとこの大きさまでちっちゃくなるんですよね。でそれは全ジャケット、この黒もそうやし、ベージュもそうやし、オリーブもそう、全部くるくるってやったらこの中に入るんですよ。でこういう袋が入ってるんだよということで、まあ、持ち運びするなんかにはいいよねなんていうところで、このスタッフサックが、付属しております。ただスタッフサックが付いてるからって言って全部が持ち運びしやすいわけではないんですよね。っていうのもなんでかというと、このオールラウンドジャケットはね、比較的まあオールラウンドやから、確かにこうクシュクシュクシュってなったらちっちゃくはまあまあなりますよね。でこれなんかが一番ちっちゃくなる、やっぱ登山に向けて作られてるからね、生地も薄いからめちゃくちゃちっちゃなるんよと。ただこっちのジャケットに関しては雨用ジャケットやから、もちろんカバンの中に掘り込んだりすることはできるんやけども、この3着の中で一番重たいんですよ。ほんまにね、このベージュジャケットの倍ぐらいの重たさあるんかなっていうぐらいの重たさになってるんでね、まあどっちかっていうと持ち運ぶも別にできんことはないんやけども、やっぱり持ち運びを常に考えてはるんやったら、もうこれに軍配が上がるんですね。で対して持ち運びなんか俺せえへんねんと、もうずっと来たら着っぱなしですねんという方なんかは、逆にこっちのねマウンテンレインテックスの方が、あ、オリーブジャケットですね、の方が持ち運びなんかは線と、もうアウターでガシガシ使っちゃおうというようなジャケットなんですね。そして次はね、丈夫さ、もうジャケットとしてめちゃくちゃ丈夫ですねいうのを、まあデニールって言ってね、よくあの女子とかやったらストッキングをねデニールって言って分厚さになってるんですよ。だからデニールが低い、数字が低い10デニールとかになってくると、もう薄々のね、肌色が見えてるようなストッキングになってくるし、逆に50デニールとか100デニールとかになったらもう真っ黒のストッキングになってくるぐらい分厚いというか肉厚なストッキングになってくるんですけど、そういった感じで、ね、ナイロンの厚さってデニールっていうんですけど、そのデニールの数値がこれもまたバラバラなんですよね。で一番薄いのトレーでいうとこれのベージュなんですよ。ベージュがね20デニールって言ってもうめちゃくちゃ薄い、お前パッて羽織ってもなんか布切れ1枚羽織ってんのかなと思わせられるぐらい結構薄いんですよ。あ、なるほど、それが20デニールねと。ほんで次どれが薄い、あの分厚いのっていうと次はこれなんですね。このブラックのクラウドジャケットは50なんですよ。次20から50に 2.5倍かな、分厚くなったんですけど、これは確かに張り腰がある。もう50までいったりしたら、あ、ちゃんとなんかこうアウターと言いますかね、まあジャンパーというのかな、昔で言うたら、まあそういった上着ですわ。で次がね、これが一番分厚いんですけど、このオリーブのジャケットマウンテンレインテックスはなんと70デニールあるんですよ。だから一番分厚いというか一番こうごっついのはどれっていうと、やっぱりこのマウンテンレインテックスの方がね、最初も言ったみたいに持ち運びする系のジャケットじゃないんやけども、アウターとしてガシガシ着るのは多分このジャケットになってくるんかなっていうようなイメージですよね。はい、それでは重さ見ていきましょう。まずはブラックジャケットからですね。ゼロで何グラムでしょうか。349グラム。そして次がこのベージュジャケットですね。このベージュジャケットが多分一番軽いはず。確かに293、300何本やったから100近くぐらい軽いんかな。そして200、300ときて、次はこのオリーブジャケットですね。ズドン重い、だいたい500ぐらい、493ということで、一番やっぱりこれが重たいですね。ちょっとはみ出ちゃってますけどね。では最後ね、着用してる様子見てもらいましょう。まずはこの黒のジャケットからいきましょう。このクラウドジャケットは L サイズで、ベージュは XL で、このオリーブが L なんで、このクライムライトダイライトジャケットだけ XL ですけど、他は L サイズ。まあまあこんな感じですわ。今ね T シャツ、半袖の T シャツにパッて羽織った感じですけど、まあ本当に年中着れるような厚さですよね。秋口とか春先なんかやったらめちゃくちゃ重宝しそうな厚さになってるのがこのジャケットですわ。だからやっぱりね、良くも悪くもほんまにオールラウンド的な感じでさ、もう野球で言ってもバッテンのグローブ、あのウェブがバッテンのやつね、ピッチャー用でもないし内野用でもない外野用でもない、ファーストミットでもない、なんか分からんけどバッテンさえ持ってればキャッチャー以外できんのよと、全部ピッチャーも内野も外野もなんか知らんけど全部できますよというようなジャケットですわ。そして次がこのベージュのクライムライトジャケットですね。これだけ XL です。このタイプのジャケットはね、ものすごい着丈が短いんですよ。まあ全体的に全部この3万円台のジャケット短いんですけど、特にこのクライムライトは短い。ちょっと手上げるともうおへそ出ちゃうかなというような、おへそですね。おへそじゃない、おへそ出ちゃうかなっていうぐらいの丈感になってます。でまあやっぱ生地がね、一番薄い20デニールの生地なんで、まあ本当に冬場はもう全く使われへんやろうなっていうような薄さになってるので、まあ夏とかね、登山ってね、やっぱり標高が高
高くなればなるほど寒くなるじゃないですか。これはもう社会の時皆さん勉強しましたよね。標高が高くなればなるほどカバンの中にポテトチップス掘り込んで山上がっていったらどんどん空気が膨張して膨らんでいくんよっていう話は絶対聞いたことあると思うんですけど、僕社会の先生からその話しましたけどね。そんな話してたんですけど、やっぱり標高が高いとね、空気ももちろん薄くなるのもそうやけども、やっぱ温度もね寒くなってくるので、確か奄美大島とかやったらなんか山頂の方は北海道ぐらい寒いけど平地の方やったら沖縄ぐらい暑いみたいなあったと思うんですけど、まあそういった時の気候の変化がね、夏場でちょっと激しいなーなんていう時はね、これぐらいが使えるような薄さやと思いますが、これがクライムライトジャケットの XL ね。だから逆に言うとこのジャケットに関してはあんまりインナーを着ることあんま考えんでいいかもしれないですね。多少は着るかもしれんけど、そんなめちゃくちゃ分厚いフリース着て中にパーカー着てロンティー着てヒートテック着てみたいなことは多分ないと思うんですけど、そんな感じの春夏秋使えるようなジャケットですね。で次このオリーブジャケット、このマウンテンレインテックスね、これが一番の頑丈なジャケットやったと思うんですけど、これね、まあ僕個人的にやっぱ一番好きなとこ何って言ったらこの襟元なんですよね。空洞入ってくれてるおかげで結構しっかりねこう守られてる感があるというか、で中もマイクロファイバーやからね当たってて結構気持ちいいんですよ。だから僕個人的に好きなのこれが好きなんですけど、例えばバイクとか乗ってはる人とかやったらどうなんかな、上ねヘルメットとかフルフェイスとか被ると思うんですけど、フードやったらね結構雨中濡れると思うんですけど、こういった感じで上までギュッて締めちゃえば全くね入ってこへんようになってくると思います。ヘルメットもこの辺まであるし、まあただこれもねやっぱ着丈短いですよね。これで L サイズなんですけど XL でも多分いけるやろなっていうような感じで、まあ全体的に着丈はもう短いなと思ってもらったらいいと思います。なので僕普段着てるサイズってこの L サイズ、今着てもらったサイズなんですけど、中にもっと着たい方とかやったらワンサイズ上げても全然いいと思いますね。はい、ということでね、まあ一通り話させてもらったんですが、まあ総括していくと、まあ、このオリーブからいきますか。このオリーブのジャケットはほんまにもうガシガシ着たい人とか、もう折りたたみとか持ち運びなんかせえへんから、もうとにかくガシガシ着たいんですわいう方はね、これ持っとったら、まあ、最悪もちろん折りたたみもできるから旅行の時に持っていこうかなんていうのもできたりするし、まあ、普段はもう折りたたんだりはせえへんねんけどっていうような使い方ももちろんできますよね。でも逆に言うと夏とかは着ないです。夏はねこれ暑いんで、ほんまに秋冬春ぐらいに着れるような生地感やと思ってもらったらいいかなと思います。まあ個人的な意見ですけどね。で次がこっちのクライムライトジャケットね、これは逆ですわ。冬は着いひんけど夏とかの方が使えるかもしれんなっていう、だから特に梅雨時期に着たいとかちょっと雨の時だけ着たいねんっていう方なんかは、これもね折りたたみでコンパクトになるから荷物も少ないし、ちょっと通勤の時に雨降ってきたなんかいう時はもうカバンから出してくるくる出してパッて着たりできるので、これはねそういったところの使い方ができると思います。だからほとんどもともと登山用として作られてるから、ポケットの位置とかもねちょっと高いんですよ。だから普段の日常で使うにはちょっと高いなっていうような感じなんですけど、まあ、これはもう名作ですよね。ノースフェイスの中でも名作で、このクラウドジャケットはちょっとなんていうんですかね、価格を抑えたオールラウンダー的な感じだから、今の両方聞いたけども、いやどっちかそれでも迷うわっていう人はね、このクラウドジャケット持ってればどっちの痛い部分というかどっちのデメリットも抑えてくれてるから、まあなんとなく使えるんかなと思います。ただやっぱね目的を結構明確にしてジャケット選んだ方が後々使えるんですよね。なんとなく買っちゃうと結局真冬も着られへんし真夏も着られへんっていうのが、まあ、このデメリットであったりするんですけど、まあ、その辺がね特徴かなというふうには思います。はい、ということでね、まあ他にもいろいろ比較とか動画作っておりますので、まあ、気になる方は見ていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイスの3万円台のジャケットを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。